はいどうも達也です。いつもこの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、いよいよこちら JCB ザクラスのカードが着弾したので、これを開封してみたいと思います。私のようにね、 JCB ザクラスが欲しくてね、修行されてる方もねたくさんいらっしゃると思いますので、後半ではですね、私がねどんだけね、決済したかとか、そういったところもねお話ししながらね、解説していきたいと思います。最後までね、ぜひご視聴お願いいたします。それでは行ってみましょう。私のチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードの券面紹介、そしてお財布やカードケースなどの紹介動画もアップしております。ぜひチャンネル登録と高評価の上、他の動画も見ていただけると幸いです。はい、それではね、早速開封していきたいと思います。まずですね、クラスはですね、こういう封筒に入ってね、送られてきました。こんな感じでね、黒い封書にね、金色でね、ザクラスってこんな風にね、書かれてるんでね、かっこいいんですけどね、できればですね、JCB 最高峰のカードなんでね、箱とかにね、入ってきてほしかったですね。で、裏はこんな感じです。切り取り線がありますね。はい、それではね、ビリビリっとこういう風に開封していくと、お、なんか書いてますね。あ、ここに何、最高峰にふさわしい体験をって書いてますね。中はね、これ金色になっててね、ここはね、かっこいいね、ギミックかなと思います。というわけでね、開けていきます。ちょっとね、個人情報とかあるんでね、ちょっとそこだけはね、先に隠しますけど、ちょっと待ってくださいね。はい、というわけでいきなり出てきましたが、いかがでしょうか。いや、これね、JCB ザクラスのカード、実際見たらめちゃくちゃかっこいいですよね、これ。3枚あるのはね、家族の分も含めてます。で、これね、インビテーション来た時にね、本人だけザークラスにしてね、残りのね、家族カードはね、プラチナとかね、そのまま残したりとかもできるようだったんですが、せっかくなんでね、全部ともね、もう私はザークラスに変更してもらいました。それではね、クラスとですね、今までね、頑張っていただいたね、 JCB のプラチナカードとね、比較してみたいと思います。このプラチナカードはね、新券名になってからね、多分、2年近く使ったかなという感じなんですけど、こちらもね、めちゃくちゃね、かっこいいんですけどね、やっぱりね、この結構ね、使ってくるとね、こうザクラスもそうなんでしょうけど、多分傷だらけにはなるんでしょうね。こんな感じで比較してみます。新旧でこんな感じですね。それではね、カード以外に入ってた冊子を紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらですね。ザクラスの紹介ですね。これはね、当然ながらね、もうもらってるんでね、わかってるんですけどね。このタッチ決済の使い方とか、そういったね、説明の紙が入ってます。で、こちらがですね、規約とかね、そういったところの紙ですね。できれば読んでください。で、次ですね、こちらがですね、ザクラスの特典紹介サービスガイドですね。こんな感じでね、ザクラスがどんなものかとか、どういう特典が使えるかっていうのが、こういうふうに冊子として紹介されています。この辺りはですね、プラチナにもついてるようなね、特典もあるんでしょうけどね、こんな感じでね、旅行だったりレストランだったりね、空港ラウンジとかね、いろんなね、サービスがついてます。時間があればね、また読んでみたいと思います。で、こちらがですね、ザクラスね、取得おめでとうみたいな感じのね、紙かと思います。こんな感じでね、書かれてましたね。で、裏面がですね、ザクラス切り替えに伴う注意事項ということでね、暗証番号とかはね、プラチナの時とかのカード引き継がれてますけど、注意してくださいってことですね。で、次ですけどね、限度額とかなんですけど、これはですね、JCB プラチナからのね、引き継ぎなんでね、限度額とかはね、変わってませんでした。私の場合はね、最高でね、350万円のショッピング枠でした。で、私がね、初めて JCB に申し込んだのはね、2021年の1月25日ということでした。ちなみにね、私が持ってるこれね、エキセントリーっていうね、アメックスのポイントで交換したやつなんですけどね、これだとね、こんな感じでね、100人隊長の代わりにペガサスが見えるって感じですね。若干ずれてますけど、いかがでしょうか。はい、ではここからですね、私が JCB プラチナを申し込んでね、クラスを取得するまでのね、道のりを説明していきたいと思います。私が初めてね、 JCB を申し込んだのは2021年1月でした。そこからね、2023年12月までね、クラス取得するまでね、約大体3年ってとこですね。
で決済額についてもですね、初年度から毎年ね500万円以上の決済は行っていました。で毎月にね決済してる回数もですね、まあ、家族カードがあるからっていうのもあるんですけど、だいたい150口ぐらいはやってました。でこれはですね、もう普通にね日々の買い物だったりね、私の場合ね、まあ、クラス欲しかったんで生命保険とかのね、あの引き落としもカードの引き落としに変更したりとかしてました。あとそれ以外はですね、当然ながらねコンビニでの買い物だったりですね、まあ、あのガソリンスタンドでのガソリンの給油とか、まあ、ホテル行った時の食事等もね全部 JCB で払えるところは払ったって感じです。まあ、大事なのはですね、まあ、いかに JCB をね継続して利用するかということと、まあ、毎年ねできればねロイヤルアルファプラスを超えるね300万以上とか、まあ、できればね、まあ、それ以上の決済をしていくっていうのは必ず必要かなと思います。あとはですね、まあ、1年や2年でねよっぽどじゃない限りねインビテーションは来ないのかなっていう感じですね。今年のね、まあ、修行された方のねコメントとかも見ているとですね、大体私とね同じぐらいの方がね多かったんで、最短でもねやっぱりね3年ぐらいはねこう継続してね利用しないといけないかなっていう感じです。こういうねインビテーションのカードっていうのはね、やっぱり大事なのはね継続利用とね、まあ、継続の金額ですよね。まあ、クラスの場合はね、だいたい JCB のゴールドプレミアかプラチナを持ってから、まあ、2年とか3年ぐらいがね基本かなっていう感じです。で決済額もですね、毎年ロイヤルアルファプラスをね継続にねあの超えるぐらいのね金額は少なくともね決済してないとダメかなっていう感じはします。というわけでね、今回の動画いかがだったでしょうか。参考にねできる部分とできない部分はね人によって変わってくるんですけどね、まあ、一つのねこの JCB ザクラスをね取得するための指標と思っていただけたら幸いです。私のこのチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを発行しての券面紹介や、ミニマルでおしゃれなお財布やカードケースを購入しての紹介動画などもアップしております。今回の動画が面白かった、役に立ったと思われた方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。というわけで本日も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また次回別の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。